えば思い出した。この前あんたのために素材を取りに行ったじゃない。で、あの時あんたは借りは返すって言ってたわよね。何で返してくれるつもりなの？衣装？アクセサリーとか？え？何も考えてない？ちょっとどういうこと？何も用意してくれてないの？忘れてたの？もう何よそれ。あんたからのプレゼント楽しみにしてた私がバカみたいじゃない。借りを返すこととプレゼントを用意することはそもそも別？それはそうだけど、別のもの？プレゼントじゃなくて別のお返しってこと？このベッド、私がずっと使い続けられる権利、それをこの間のお返しに？あんたは。嫌じゃないわよ。それでいいわよ、それで。貸し借りちゃら。うん。ここで寝ると落ち着くしね。寝心地がいいっていうか。別にあんたの隣だからとかそういうわけじゃないけどね。もうそんなに笑ってるとまたベッドから蹴り落とすわよ。ほぼ同規模というだけあって広いわね。随分プレイヤーも来ているみたいよ。ここは非戦闘フィールドだからいいけど、一歩出たら大変そう。マップデータがあると助かるんだけどな。アーファシス、何か情報やヒントはないかい？ナビシステムに頼んでマップを出してもらいます。お母さんのところに行きたいのでマップをお願いします。それとお母さんと話をしたいから回線をつないでください。なんかエラーっぽい音も混じってるみたいだけど、レイちゃんには通じてるみたいね。ゲートの門番もこんな感じだったわ。ここからはアファシスが必須ということね。
おい、ざっと調べてみたけど、どの端末も何を言ってるかわからないんだ。やっぱりレイちゃんがいないとダメみたいね。そっちは何かわかった？お母さんの様子がおかしいのです。どこか病気のような。お母さんってマザーコンピューターのことだよな。そうなのです。お母さんは早く来て早く助けてって言っています。マップデータもくれなかったし、どこにいるかも教えてくれないのです。まあ予想はしてたけどね。自分たちで探索していくしかないか。助けてということは何か問題が起きているってこと？レイちゃん、他に何と言ってた？ですね、ナビシステムは一番早く来た子にご褒美を渡すと言ってます。それはもしかしてクエストか？しかも内容から言ってかなり大掛かりですな。ここって大型アップデート最後の大ダンジョンよね。マザーコンピューターに最初に到着した者に与えられるご褒美か。かなり期待できるんじゃないか。多少出遅れてはいるけれど、このメンバーなら十分挽回できるわ。
発見。行くわよ。セリア。よし、応援してますよ。使うわ。買うわよ。セリスカ、もうできる。弱ってるぞ。今来た。ダウンです。チャンスなのです。弱ってるわよ。手を貸してくれ。デバフ成功。嬉しいよ。デバフ成功。セリスカ、グレネード行くぞ。素晴らしいです。グレネード行くぞ。頑張るわ。セリスカ、任された。弱ってないな。
ち倒せていった。弱ってるわよ。今がチャンス。最高です。でどうでしょう。ありがとう。サポート最高です。投げるわ。入った。この辺りはややこしいフィールドだね。集団で行動するよりは部隊を分けて広く探索する方がいいだろうな。そうだ、ちょっと僕と探索に行こうか。データの収集は早ければ早いほどいい。こういった高難易度ダンジョンの攻略はまだ不慣れだったよね。せっかくの機会だし、僕がいろいろ教えてあげるよ。ついでにちょっとおしゃべりでもするかい？探索スキルも大事だけど、自分の耳や目だって十分役に立つ。音や気配には特に気をつけた方がいい。君と初めて会った時は僕も油断していたけど、音に注意していれば気づけることは多いんだ。人がやってくる音、風の音、エネミーやトラップの駆動音とかね。攻略を競っている連中なら自然と覚えているテクニックさ。システム外スキルとか呼ばれているね。戦闘スキルも大事だけど、こういう技術が生存の可能性を高めるのさ。まあ今の全部嘘なんだけど、なんてね。冗談だよ。君があんまり素直に人の提案や言うことを受け入れるから。少しは疑ったり、もらった情報は確認を取った方がいいよ。って僕が言うことでもないんだけどな。なんか君といると調子が狂うよ。ん？ストップだ。転送ポートかな。トラップの可能性もあるが、君が先陣を切ってくれ。僕は転送後にこちらで何か起きないか確認してから行く。早速疑問を覚えるようになったのかい。でも少し遅かったね。行ってらっしゃい。僕も追いかけるから先で待ってて。まこの前のじゃんけんのお返しだよ。君はきっと平凡で幸せな世界で生きているんだろうけど、これで多少は懲りるだろう。弱ってるわよ。今がチャンスします。
任された。いや、大変だったよ。君が転送された後、エネミーが湧いてさ、君を置いて逃げるわけにはいかないから戦ったけど、悪質なトラップだったみたいだね。いや、参った参った。まあその、なんだ、帰りになんか起こるよ。まったく君というやつは鈍いんだか、究極のお人よしなのか。君といると楽しいなって思っただけさ。なんでこう予想を外してくれるのかな、君は。いろいろ試したくなるじゃないか。使うわよ。サポートを任せて。セリスカ、任された。サポートを任せて、当ててみせる。弱ってるわよ、今がチャンス。弱ってるわよ、今がチャンス。弱ってるわよ。ありがとう。
か。手を貸してくれ。トレジャーバッグよ。開けてみたら。弱ってるわよ。今がチャンス。やるわ。トレジャーバッグです。弱ってる。今がチャンス。セリスカ、オンに切れ。シッヤッハッシッドハッハッ。弱ってるわよ。シッヤッ素晴らしいです。弱ってるわ今がチャンス。弱ってるわ今がチャンス。手を貸してくれ。最高です。弱ってるわよ。お疲れ様。使うわ。バフを入れるわ。応援してますよ。これでどうだ。仕留める。すごいじゃない。クレハ嬉しいよ。これでどうだ。デバフ成功。素晴らしいです。アファス。ああ手を貸してくれ。やってみせる。やっしドンなのです。チャンスなのです。倒せ。最高です。お疲れ様。ジェリスカとやってやるわよ。トレジャーボックスだ。行くぞ。やるわね。ありがとう。回復を頼む。これでどうだ。や見えた。見えた。セリスカ、オンに切る。素晴らしいです。ありがとう。弱ってるよ。今がチャンス。セリスカ、回復、サンキューです。いいね。まあ、当然ね。もっとやりますよ。食いつける。やります。すごいのです。アファス、任された。トレジャーボックスよ。開けてみたら。終わりだ。エネミーだ。これでどうだ。見えた。これで回復を頼む。注意してください。すごいすごい。お疲れ様。お疲れ様。回復するわ。やります。セリスカ、オンに切る。敵がいるわよ。バフを入れるわ。マスター、トレジャーボックスです。セリスカ、バフを任せて。ドレネードを任せて。回復するわ。
任された。すごいじゃない。行くわよ、エミちゃん。え、使うわ。これでどうだ。はぁ、セリスカ止める。ありがとう。行くわよ。決める。敵がいるわよ。デバフ成功。弱ってるわよ、今使う。これでどうだ。やった。アスカ、オンに切る。どうだ。デバフ成功。仕留める。やってみせる。いい感じだよ。アスカ、ああ。グレネード行くぞ。投げる。おめでとう。弱ってるわよ、今がチャンス。ダウン、今だ。狙いましょう。狙いなさい。いい感じだよ。アスナ、ありがとう。嬉しいな。あれ、ここで行き止まり？道を間違えたかしら。いや、そういうわけじゃない。どうも、扉がロックされているみたいだ。なるほど。この扉を開くためには何か鍵となるものが必要ってことだね。でもそんな鍵になるものなんて心当たりがないわ。レイちゃん、何か知らない？私は翻訳はできるのですが、SBC フリューゲル内部については詳しくないのです。何か見落としていたのかしら。それは考えにくいけどな。
一度部屋に戻って仕切り直そう。みんなで考えればいい案が浮かぶかもしれない。よし、レベルアップしたよ。一応うちのデイジーちゃんにも聞いてみたけど、レイちゃんと言ってることは一緒だったわ。私たちアファシスは SBC フリューゲル内部の翻訳機能を有しています。ですが SBC フリューゲル内部の構造についてはメモリが消失しているため把握しておりません。なるほどな。まあデイジーちゃんが言うなら間違いねえな。どういうことです？私もいろいろな情報を探してみたんだけど、アップデート直後で攻略の最前線だから。ダミーの情報も混ざっていて何が正しいのかさっぱりなのよね。まあ最前線ならではの醍醐味だけど。アルゴを当たってみるか。情報が情報だけに高くつきそうな気もするけど。でもキリトさんの言う通りアルゴさんなら知ってると思う。こうしちゃいられないわ。早く行かなくちゃ。まあ待てって、俺も行くよ。もう行っちゃったわ。クレア随分と張り切ってるのね。そうね、きっとすごく楽しんでるんじゃないかしら。そう思わない、イツキ？そうだね、人は誰しも一番になれるかもという可能性を前にすると必死になるんじゃないかな。君も早く行っておいでよ。うん。